やはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人こと、マジアユキのハマーです。現在、2023年の12月22日、金曜23時21分ですね。はい、例えば、盾の勇者のシーズン3の最終回見終えて、アップロードして、もう一回見ながら感想あらすじ書き終えました。ということで、ここからは、経験済みな君と経験ゼロな俺がお付き合いする話、12は多分最終回ですよね。Dアニメストアで見ていきます。はい、まず軽く自己紹介。はい、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープには依頼者で4回、月曜から夜更かし、目覚ましテレビ生放送、そして深田恭子さんとCM系をまだ果たしております。そしてアニメディレクターもやってます。で、アニメディレクターとしては多分、投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さですね。これによってもメンタル粉々なんですけども、まあ、それでもね、めげずに一日も休まずリアクション投稿し続けてます。ぜひとも応援よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。なお、アニメ本編は流れませんので、ご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告があります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ、どうしよう。もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認ってことでお願いします。行きましょう。3、2、1、スタート。さあ、いよいよ最終回やな。何でしたろうかね、自信を持って言うこと。なんやと？いや、背景のお母ちゃんの顔。まあ、ついにこれですか？何ブースト？二人のロッテ作戦？ラビュー、ラブ、ラビュー、ベイビー。あ、テンダーか。内田真彩さんね。最終回やね、これ。ちょっと一応調べとこうか。君ゼロ、12は最初はね、うん、さあ、ニコルとね、ニッシー、イッチーとアカリ、ここもなんとかなってほしいですな。うん、ラビューテンダー、ドゥデン。経験する話。あ、一緒に住むか。ロッテ作戦。
責任重大やなそれ。竜と責任重大やなこれ。フューチャリングが合う。ニコルかな。あ、違うわ。いや、これイッチめっちゃ痩せてるやん。めっちゃ痩せてる。明るい、ええ反応する。あ、これイジュンや、イジュン。すごい、デブって痩せたらモテるんかい。もう180じゃからね。おお、重っクルスを振ってバチバチ打ったもんな。お、ニコルが動く。イジュン、イジュン。ブロック、あー、セキアをブロックしようかないねのね。西名ね、山名ね。わお、あら、プレッシャー。気づくん、おっそ、おっそ、ほんまに。おお。かかしになった。ランマがあの赤荷に謝る時とかのね、練習が石像だったよな。あ、ええの、あ、ええの。あれ、ま、え、マリアのおかんってリュウトと面識あったっけか。
あれ？新しい嫁？あら。あっちゃー。もう言うとけや、娘に。それは藤井夏の親父か。なしとんの親父。まあそらそうなるわな、そら。おお、そらそうなるわ。なんだって。いやいや、まあまあ。セクシー。いや、そらそうなるわな、これ。おお、電気消えたで。疲れていいからやと。抱きしめた。38.9。ごっつい熱やないか、これ。風邪の看病会が最終回で来るとかね。えらい幸せそうに。言ってみたいわ。ああ、ニコルの店や。
リッシー、なんかストーカーみたいな人じゃないか俺。3歩歩いて3歩下がったな。あざます。いやストーカー鬼ギャル言うんかな。あれ関谷のとこか。今の受付嬢よかったな。そうでたか。釜屋。ツバメですか。日誌終了。ゲーム配信？あ、じゃあはいい。走り方。エソムええなあ、一生こんな経験できまへん。あれ親父は？プレゼントか。お守り。5個あんのか。何しょね。うん。鳩の声が綺麗に。ピアスか。
これまで何人付き合ったんかね、これ。ああ、終わった。そういうことね。初めて経験する話っていうのは、ルナの初恋ってことだったんか。あ、そうか、シュウゴって前の友明さんか。ね、小松美香さんの旦那ね。そうか、これにはならんかったのね、ほんなら。日記来てほしい。ちょっと後でもう一回キャスト欄見させてもらいます。マリアのおかんとリュートって面識あったっけかな。あ、公園、あ、まだあるよ。お、二つ出る。ムラムラさせたい。エッチな目で見てほしいやと。おいおいおい、なんやこの終わり方は。あ、終わった。ちょっとキャストを見させていただきます。ちょっと早かったな、この辺か。黒瀬明恵、本田真理子さんっていうかな。あー、知ってるな、見たことあるな。白川健、たけし、たけるかな、たけし。あ、沖津和之さんやったっけか。同い年やね、確か。店員、何人前、健くん、え。はい、ちゅうことでね、まあまあまあ、それぞれのクリスマスやけれども、まずはロッテ作戦って言ったっけ、ちょっと待ってたけど、クリスマスイブに、マリアは親父を、おかんを、でルナが親父をこうお互い引き合わせて、まあ合わせてまた元妻に戻しましょうか作戦に出たと。そしてイッチーはしばし休んでる間に激痩せして戻ってきたと。これによってあかりは、うわ、イジュンそっくりやんってなったものの、バチボコに振ってる境に、私から言うのはダサいし言われへんがなというオチね。ここはもったいない、言うやいいのに。そしてニッシーはニッシーで、まあニコルにアプローチかけたものの、彼氏おるからっつって断られた。はい、ほんでもって、ね、ロッテ作戦やったっけ、なんだっけ。したら親父がまさか再婚相手を連れてくるとは思わなかったな、言うとけっちゅう話よ。そらルナも泣くわな、そらひどいわ言うて。なんで内緒してたのねこれ。うん、なんかルナにサプライズでもしたかったんやろか、サプライズ再婚だぜみたいな。まあそれによって、まあショック、まああいうのショック熱っていうのかな、どう言ったんやかね、まあまあショックで熱出してもうたんやろね。で、まあまあまあ、それに対して、もうちょっと、もう、その、リュート帰らんとって、
ね、今夜だけいとってってさ、なるわそら。やけれども、まあね、龍とは、あ、いかんいかん、こんな状態ではと、もうこれは抑えられへんかもしれんと、うん、とはいえそらね、まあそこで熱出てんのが発覚、 38.9 度か、結構高いね。で、まあまあ結果的にはまあ寄り添って寝たということでね、看病してね。そして翌朝、まあ、サンタの格好でまあまあピアスをあげたと、まあお守りもらってピアスあげたと。でサンタの格好したのが、あ、これもお父さんがやったやつやと、だからもう私はお父さん、私のサンタはお父さんじゃなくて竜とやねみたいなこと言うたっけな。だからもうお父さんの幸せですら私は、祈ることができるって言ったっけな、受け入れることができるって言ったかな。まあそうですね、竜とにねよってまあ成長させられたなと。まあさらにニコルに言ったところ、それはもうしたくなってきたんやったら初めての恋じゃないかということで、まあ今回のサブタイトルのね、その、回収はルナがちゃんと初恋したというね、その経験だね、こっちの経験じゃなかったのね。うん、そうか。でまあ西はね、まあ西で振られ、まあ関谷は果たしてどうするのかね。関谷はお前言うたいことだけ言ってって言ったけどね、あの、まあ、マフラーパサってかけてニコルは泣いてたけども、まあ、それを見て西がハンサムにねみたいなね、うん、まあ結果的にいつも通りゲーム配信者で燃える、クリスマスになったってことだったけどね。まあそうね、最終的にはまあここまで行ってほしかったから、ちょっと2期ねあることを期待したいね。いやでもまあ面白かったねこれはね。やっぱなんか大西さんってこういうギャルやったら結構天才的な気がする。まあそんな言うて見てないけど、去年やったかな、夫婦、え、恋、夫婦未満、え、違う違う、恋人、ん、夫婦未満、え、どっちだっけあれ、夫婦未、え、夫婦未満、恋人、あれ、ちょっと忘れもた、忘れもた、うん、あれもね、あの、あれの渡辺あかりもね、そうやったけども、いや、いいですな、大西さんのギャル、いいですな。何や最後の感想それってね。まあぜひ2期に期待したいですね。はい、ということで、経験ゼミな君と経験ゼロな俺がお付き合いする話12話最終回でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょいで自己紹介するんで、興味ない方は切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この者の茶者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない、伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在はコロナの影響で約3年10ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひとも応援をいただきたいので、説明文に URL を貼ってます。ぜひ、チャンネル登録、応援お願いします。そして深田恭子さんと出た CM、 こちらの URL も載ってますのでぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして1366日目と長いことやってます。ただこのチャンネルはもっと長い、2009年の4月25日からパフォーマーのチャンネルとしてスタートしてますが、コロナで一気に仕事がなくなり、いつまでやらアニメのリアクションスタートしてからの約1年5ヶ月分、2021年8月18日まで、推定2000本以上のリアクション動画自ら全然削除させられました。そんな地獄を乗り越えたものの、再生数の低さ、チャンネル登録者数の伸びなさに、もうメンタルはずっとこの子の状態、それでもね、やればできる諦めない伝えたいと思って、一日も休まず、リアクション投稿し続け、そして誰も聞いてへんであろうこの自己紹介もずっと言い続けてますんでね、ここまで聞いたよって方がいれば高評価だけでもお願いします。はい、以上、アニメリアクション部にことマジアドキンハマーでした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。